皆さんこんにちは、たそがナイスです。リアルデイズ100デイズ43日目やっていきましょう。それではやっていきましょう。レッツゴー。ではスタートということで、昨日なんか掘ってて帰ってきたとこなんですよね。で、とりあえず荷物の整理をしていきまして、古代の残骸は焼きたいんだけど、あんまり今焼きたくないな。わかる？この2個でさ、焼くのもったいないから、あんまり焼きたくないなっていう気分で、とりあえず雑多んとこにしまっとけばいいか。まあ多分、今はね、そんなに必要ないから。で、しまってしまって、で、シルクタッチのツルハシを作りたいんで、シルクタッチはね、幸運さんのツルハシを作りたいので、ダイヤモンド3つ取りまして、ダイヤモンドツルハシを作りまして、ラピスラズリを持ちまして、ではね、エンチャントしていきましょう。レベルもね、30ありますので、これ音入ってないです。多分音入ってないです。音入れまして、OK。さあ、音を入れまして、さあ、やっていきましょう。では、とりあえず、エンチャントからですね。これさ、出入り口逆なんだよな。まあいいや、とりあえず、幸運さんのツルハシを作ります。おー、素晴らしい。いいね。効率強化つきました。効率強化ついてくれるの、マジで嬉しい。で、今日は、これをして、で、これ混ぜちゃって、でいいけど、これ一混ぜか、一混ぜしてあるのか、一混ぜしてあるけど、あと必要なのって修繕だけですよね。修繕だけだったら混ぜちゃってよくない？これ、まあ、修繕だけだし、ま、混ぜちゃおう。ダイヤモンドのツルハシに、これ混ぜていきますが、どっちの方が軽いですか？あー、まあ20レベか、重いな重いなと思いつつ、ダイヤモンドのツルハシ2という名前をつけまして、効率強化5、幸運3、耐久3のダイヤモンドツルハシを作っていきます。でーん、オッケー。よし、幸運3ゲットしました。これでね、まあダイヤ掘り放題です。ダイヤ掘り放題で、で、こっから何をしますか。まあレベルちょっと今しばらくはね、エンチャントできなそうだし、ちょっと待って、回すだけ回しとこう。ガチャを回すだけ回していきたいんですけど、無限が欲しいんですよね。無限が欲しいけど、無限って出ねえかな。一回回したダイヤモンドツルハシは別にいらない。ダイヤモンドツルハシあと必要なのっていうと、まあ、耐久3が欲しいぐらい、まあ、耐久3が欲しいぐらいだな。まあ一応耐久見とく。効率強化、まあ、効率強化も悪くはないけど、ダメージ増加3の、弓が、弓パンチいらねえということで、回していきます。待って、6レベルしかないから1回しか回せない。でーん、残念。フレームいらないですね。こちらが効率強化3いらないですね。こちらが、パンチ1いらないですね。お、まだ回せる。まだ回せるぞ。いけいけ。耐久3いらない。耐久3いらないことはないけど、まあ、言うてもいらないよね。耐久3が欲しかったな、逆に。効率強化。効率強化4か。効率強化4は欲しいけどな。まあ、一旦本効率強化読んで止めておくか。まあ言うてもね、効率強化って後でまあ師匠ガチャする可能性が高いので、まあそれで作ってもいいみたいな、そんな話がありつつ、前回何してたっけ。そう、前回竹を植え替えてサトウキビを取って、交易したいものは今んとこないよね。今交易したいものないんですよね。今やること全然なくない？どうしようかな。とりあえず、じゃあダイヤ掘りに行く？ダイヤ掘りに行くぐらいしかないよね。まあ、とりあえずハサミでもらっとくか。ハサミで羊毛取って、羊毛を買って、まあ、自動化していくかどうかみたいな話か。まあ、自動化はして、待って、ハサミって2つあったんだ。まあ、自動化していくかどうかだな。まあ、とりあえず、ちょっと小麦で砂糖じゃない、待って、小麦がね、小麦がないですけど、小麦じゃなくて、羊からね、羊毛買っていきましょう。うおー、うおー、うおー。とりあえず羊毛を買って、羊毛はね、まあ、後々使うので、大量に使うので、いっぱいね、集めておきます。いっぱい集めておくけど、さすがにさ、手集めだと、さすがに限界あるか。さすがに限界ありそうなんですよね。さあ、雨が降っておりますね。雨が降っておりまして、今日、なんか、本当にやることがないな。やること、じゃあやっぱダイヤ掘りに行きますか。ダイヤ掘りに行って、ちょっとネザライト化するためにもちょっとダイヤ必要なので、ダイヤ掘りに行きますか？真っ昼間から？本当にやることない？じゃあさ、昼間のうちにあれする？初見台でガチャする？初見台の作り方は、本棚が必要です。
本棚が必要なので、本棚を攻撃しに行きまして、あと板材とハーフだっけ、板材とハーフだっけ、なんかそんな感じのレシピだった気がするんですけど、で、作業台向こうにありますので、待って、ガチャを確定させるために紙持っていきましょう。紙、ここかな、紙を持って、これでね攻撃で止められるようにしておきます。ではちょっと昼間のうちに師匠ガチャでもしていきましょうか。まあ暇だし、割と暇だしね。で師匠ガチャしつつ、まあ欲しいのはやっぱ修繕ですよね。修繕と、まあ、耐久産効率強化、そのあたりが出たら出たら嬉しいなって感じで、まあ一応無限が出た時に無限持っておくかみたいな、そんな感じでやっていきますか。さあ待って、なんか村人が出てる。あ、待って、お前どっから出たんだ。あ、待って、お前どっから出た。え、待って、なんか村人が出てるんだけど。え、待って、どっから出たお前。もしかしてこっからさ出れるみたいな話、ワンチャン出れるんだよなこれ。よいしょよいしょ。さあここのはしご破壊しておいて、ちょっとここね多分村人が出れるんですよね。多分村人が出れるっぽいので、ここを破壊しておいて、まあここ以外だったら大丈夫かな多分。で君が本棚を攻撃してくれるんですけど、9か、1,2,3 個エメラルドを攻撃しまして、本棚1個買いまして、で初見台を作っていきます。 OK、 初見台作りました。ハーフブロックでしたね。で君マジでどっから出たんだ。君が入れるようにこの辺りに足場を作っておきます。足場を作っておきまして、で、ここをねゴーレム破壊していきます。 1,2,3,4 と、さあしっかり登って、さあ弓を構えまして、えいやと。 OK、 さあ 1,2,OK、 あーでも雨ですぐ火が消えちゃう。まあ言うてもね、炎上のダメージってね、そんなにね、まあ現実と違ってそんなに痛くはないので、まあまあまあおまけ程度ではあるんですけど、さあ4つ落ちました。では師匠ガチャしていきますか。師匠ガチャしていきますかっつってさ、なんかあれだな、あいつ連れてきた方が早いかもしんねえ。あいつ連れてきた方が早い可能性はあるけど、あいつはあいつでめんどくさいな。ここの破壊しまして、君さちょっとなんかどっかにはまらないかい。君の足元を破壊していこう。ここと、ここを掘って、これで、こいつ出られなくなりますので、ここを2掘って、でここで、初見ガチャ、ん、師匠ガチャやっていきましょう。待って、さっきはしご取ったよね。 OK、 はしご取ったから、さあここを破壊して、君は動けないようにして、よいしょっと。さあ師匠ガチャやっていきましょう。うん、本棚じゃないです。ちょっとさ、待ってね、ここにはしごを設置して、敵がね来ないようにしておきたいんですよね。敵が来ないようにしておきたいので、丸石で囲っていきます。あ、丸石全然ない。本当に丸石ねえわ。こうしてこうして、こっちからは敵入れないから、こうしてこうして、板材も使って、まあこの際ねもう見栄えなんで何でもいいんですよ。見栄えなんてどうでもいいんですよ。とりあえず安全性を確保しつつ、でここに敵が湧かないように、松明とかを置いておいてさあこれでね、まあ多少見栄えは悪いですが、まあこれでね師匠ガチャできますね。ではしごが2しかないけど、2あれば登れるので、よしこれでいいですね。では師匠ガチャやっていきましょう。これハーフブロックの方が楽かな。ここハーフブロックの方がいいかもしれない。ここ破壊して、ハーフブロックの方がね当たり判定が大きくなりますので、さあこことここをハーフブロック、まあ植え付きにハーフにしといて、初見台置いて、さあガチャしていきましょう。さあとりあえずエンチャントを目指していきますが、さあ貫通さんいらないですね。で今日ね話そうと思っていたことがあったんですよ。あのね、なんかね珍しくね、すごい夢、珍しくもねえけどなんかすごい夢を見たんですよね。アンデッドトッコー、あのどんな夢かっていうと、あのなんかさ友達と効率強化4だけど45は高すぎるため却下。友達とね山なのかな、なんか山だと思うんですけど、山にね遊びに行く夢だったんですよ。まあ、山っていう、まあ、山というか、まあ、山の中になんか湖みたいなのがあって、なんかその周りで遊ぼうみたいな、そんな感じのね夢だったんですよ。まあでそれで、そこにねシルクタッチの19か、シルクタッチの19か、まあまあ嬉しいけど、まあまあ嬉しいけど固定ができねえ。シルクタッチの19いる？いりますかこれ。
いやでもシルクタッチもっと安く出るはずだからいいや。でね、そこにね、なんか滝があったんですよね。滝があってですね、でね、そこにね、友達がそこに突っ込んでいったんですよ。突っ込んでいって、まあ滝ってね、まあも、まあ、知ってる方は知ってると思うんですけど、てかまあ大体の方は知ってると思うんですけど、この滝の下、滝壺って言われる場所ですね、そこに落ちると、まあ大体ね、人間って助からないんですよ。滝の下ってこの滝の圧でね、えぐれてて、結構ね、こう水量とか水流とかがあって、そこでね、そこでハマるとね、人間って抜け出せなくてね、死ぬんですよね、普通に。ダメージ増加4の39か。まあまあ欲しいけど、却下。そう、まあまあ死ぬんですよね。で、あーって思ってて、なんとか助けられないかなってアイさん思ってたんですよ。そしたら、その滝壺から、この友達がね、ビューンってすごい勢いでね、飛び出してきたんですよ。飛び出してきて、えって思って、まあ、なんか、なんて言うんだろう。こう、なんか奇跡的に何かが起こって、なんかこう、飛び出してきたのかなみたいな。水中採掘はあるんだっけ？あるわ。そう、奇跡的になんかあって助かったのかなって思ったんですけど、幸運2の20、あれは高いです。29は高いです。なんですけど、まあ、まあ、普通に考えたら助かるわけがないので、まあ、何かしらね、なんていうの、なんかすごいことが起こって、なんかこう、一時的に出てきたみたいな。まあ、本体はこの水の中にいるんだけど、なんか一時的に出てきて、こう、何かしら、ダメージ軽減 4! いや、まあ、いや、いらないだろ。そう、一時的に出てきて、こうね、なんか、それで、なんとか、なんていうの、この一時的に出てきたところで、こう、なんか、自分を助けてもらうために何かをする、何かしてほしいのかなみたいな、そういうことをね、思って、なんだろうな、なんかすごい話が下手だな。なんか今、ぐっちゃぐちゃになってるの話が。そう、その飛び出してきた友達がね、こう、何々をしてくれみたいなことを言うんですよ。範囲ダメージ増加2か、それ嬉しいけどな。そう、何々をしてくれみたいなことを言うんですよ、その友達が。なんかね、なんかの粉を水と合わせて、なんか粘土みたいなものを作ってくれって言われて、で、それでなんかやってたんですけど、まあ、アイスさんはね、それでなんか友達を助けられるのかなと思ってたんです。こうなんかさ、一時的に出てくるだけで、後からこの水の中に帰っていって、その時に助けてほしいみたいな、そういう話だと思ってたんです。で、そこから、まあ、それをやっていて、その粘土みたいなものを作っていて、で、それでね、効率強化の参加いらないな、30。高すぎ。それで、なんだろう。で、まあ、それでやってたわけなんですけど、そしたら、そのままね、まあ、やってる途中で、その友達がね、なんかどっか行ったんですよ。なんか、普通に歩いてどっかに行ったんですよ。で、そしたら、その後、その友達がどっか行った後に、アイスさんの母親が出てきて、で、そこで、なんか、その母親が、うちの一族には、うちの家系にはね、うちの家系には特別な力があるんだよ、みたいなことを言い始めまして、ほうほうって、まあ聞いてたんですよ。で、うちの一族の人間は、なんか死ぬときというか、自分の体を、なんか生贄にすることで、こう、一時的に魂だけで存在できるようになるみたいな、そんな力があるんだよ、みたいなことを言ってたんですよ。言い始めまして、いらないだろ。ついてる。そう。そういう話をし始めまして、じゃあもしかして、この、もう、なんか死んじゃったけど、もう死んじゃったんだけど、もうそうやって、もう体を犠牲にして、魂だけで、こう、表に出てきたのかなみたいな、そんな話をしてたんですよ。で、アイスさんはそこで思ったわけですよ。よくよく考え、来ちゃー、修繕36、たっけー、たっけーな、これどうしよう、たっけー、高いな、高いけど、ちょっと時間、いやー、どうだろう、もうちょっと安いの粘ってもいいけどな、36めちゃめちゃ高いけど、でもいっぱいつけることを考えると、さすがに36じゃ買えねえわ。そう、アイスさんはね、そこでね、よくよく考えてみたんですよ。その友達、ねえ、その友達、うちの家系じゃないよね。うちの家系じゃないのに、なんでその力あるのっていう。ね、そういう話でした。
そういう、まあ、それが落ちたんですけど、耐久にか、まあまあ嬉しいけどな。いや、そう、まあ、うちの家系にはって言ってたけどさ、その友達、うちの家系じゃないよねっていう。ちょ、どういうこっちゃねんっていう終わり方をしたんですけど、そこでね、夢は終わりました。あー、来ちゃう！オッケー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 。ということで、これで固定しておきます。いやー、よし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 、14の修繕、14の修繕だったら全然 OK です。ということで、ガチャ終了です。では、帰りましょう。ここは多分敵は入ってこれないはずだから、放置しといて大丈夫でしょう。いやー、面白かったな。いやー、まあ、友達が死んでるからさ、別に なんていうの、いい話ではないんだけどさ。なんで、それ、うちの家系にあるっていう話だったのに、なんで友達がその力を使えるんだろうっていう、そういうね、オチの話でした。まあまあまあ、まあ、その友達って言っても、なんか随分と疎遠の友達なので、もう本当にどれくらいだろう。もう本当に小学校以来とかの友達、小学校以来かな。まあそれぐらいの友達なので、小学校以来会っていないぐらいの友達なのでね、まあもう、ほぼほぼもう関わり合いもないし、まあ、果たして友達と呼べるのかどうかすら怪しいラインですけど、まあそんなことがありました。まあね、夢、ここじゃないです。まあ、夢と言ったらね、まあ、アイスさんね、よく言ってるんですけどね、なんかね、アイスさんね、よくね、ゾンビパニック系の夢を見るんですよね。まあ、ゾンビパニックっていうとあれですよ、なんていうの、このゾンビ感染して、なんかゾンビになる細菌が流行してみたいな、掘る場所がないって言ってたんだな、そういえば。ゾンビ、なんていうの、ゾンビになる細菌が撒き散らされて、うんたらかんたらみたいな、そういう話ですね。まあそういう話で、これ幸運ですよね。そう、その、まあゾンビになる細菌が蔓延して、そう、人々がどんどんゾンビになっていくよみたいな、そういうあれですね。まあいわゆるバイオハザードとか、そういうもの、そういうゲームの世界観ですよね。まあアイスさんはね、そういうね、夢をね、よく見てね、よく見るんですよ。で、大体ね、なんかアイスさんがゾンビに噛まれる寸前みたいなところでね、大体ね、夢が終わるんですけど、いや待って、これってさ、高さ合ってる ?54 合ってるな。OK。まあ、なんだろうな。まあ、昔ね、なんか、てか、アイスさんね、なんか、よく変な夢を見たらね、ツイッターに書く癖というか、まあ、たまに書くのでね、なんか半夢日記みたいなものがね、まあ、ツイッターにあったりなかったりはするんですけど、まあ、別に夢日記として作っているわけではないんですけど、なんかね、そういう夢をね、よく見るんですよね。マジでね、なんか死ぬ夢は多い。めちゃめちゃ死ぬ夢は多い。まあ大体ね、死ぬ夢ってね、まあ見るのはストレス肩が原因なんですけど、まあ、まあ、そりゃそうだよねってぐらい。まあアイスさんはストレスが溜まってる自信はありますけど、自覚はありますけど、それにしても多いよ結構、アイスさんは。さあ、なんかありませんかこの辺。洞窟です。洞窟というか、なんか溶岩だまりですけど、さすがになんもなさそう。まあ一応この辺に溶岩だまりがあるということは嬉しいですね。覚えておきましょう。嬉しくはねえよ別に。はい、そんな夢の話でした。なんかね、なんかね死ぬ夢を見るとね、やっぱ目覚めも悪いよね普通に。まあ、今回に関してはね、アイスさんが死ぬ夢ではないんですけど、まあ、洞窟やってまいりました。あ、ダイヤモンドあります。とりあえず、あ、上はスカルクっぽ、スカルクかこれ、わかんねえ。スカルクですかこれ。あんまスカルクっぽさは見えない。さあ、ダイヤモンドありますね。ダイヤモンドあって、それ以外は特に何もなし。さあ、とりあえずダイヤモンド掘っていきましょう。ワン、ツー、スリー。おお、5ダイヤあります。結構珍しいですね。さあ、5ダイヤ11個ということでね、ネザライトの強化型1つ作れますね。これ、上さ、多分、スカルクじゃないのかこれ。スカルクっぽく見えたけど、スカルクじゃなさそうですね。さあ、こっちもあります。特に何もなかった。こっちも若干続いている。びっくりした、怖すぎ。続いてるけど特に何もなさそうではある。ちょっと帰りましょう。ちょっとあんま危ないとこ行く必要はないので帰りましょう。まあこのまままっすぐ掘ってってもいいですかね。まっすぐ掘っていきましょう。いやー待って、もう時間だな。もう時間なのでちょっと帰ります。もうあと30秒しかないので帰ります。ということでね、まあそんなこんなで、なんかね、面白い夢、面白くはねえけど、なんか面白い夢見たいですよね。面白い夢。
なんていうの、なんかまとめ方下手か、なんかね、なんか そんな夢をねよく見るんですよねっていう話したということで、朝ですね。朝帰ってきたけどさ、別にやることなくね。まあショガチャの続きと、あとあれかー、ちょっと待ってね。よし、着地してからセーブしてタイトルに戻ると。はい、ということで43日目、お疲れ様でした。変なところでね、あのセーブして終了するとなんかたまにねバグったりするので、まあなんていうの、バグったりしやすいはずなので、多分ね、こういうゲームって多分バグったりしやすいと思うので、あんまりそういうことはねやめた方がいいと思います。なので、まあちゃんとね地に足つけて、まあセーブ終了しましょう。はい、ということでね、皆さんも良い夢を見てください。それでは今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。